この番組は住友電工の提供でお送りいたします。ルーン国の王子クルトは精霊だった母ガラティアの血を受け継いで不思議な力が備わっていました。母がメデューサによって石に変えられたと知ったクルトは母を元の姿に戻すためにメデューサを求めて旅立ったのです。今日も母の守護像と大地の剣を携えて良き友レオンとの旅が続きます。誰かを憎まずにはいられないんだ。分かってる。でも倒れた。大地の剣があったら怪物を倒せたかもしれない。僕もう一度ユリアナに会いに行く。ユリアナって誰？大地の女神。僕に大地の剣をくれたんだ。大地の剣は火の神ペレの鍛えたもので、それをユリアナがくれたんだ。剣を直してもらえるかもしれないね。うん。オリエー！オリエー！オリエー！あ、オリエだ！でも二つだよ。久しぶりね、クルト。オリエのお姉さんたち。オリエは？オリエはどうしたの？オリエはね、オリエは今用があって来ることができないの。だから私たちが。そうなの。一体どうしたの？私たちが力になるわ。僕ユリアナのところへ行きたいんだ。ユリアナのところへ？いいわ、行きましょう。私たち精霊が近づくとユリアナは機嫌が悪いの。でもこの前来た時はもっと静かだったよ。オリエと一緒だったからよ。あの子はあなたのお母様のガラティアに似ているからユリアナのお気に入りなのよ。今日はユリアナの機嫌が特別悪いみたい。僕は行くよ。フルートではないか。私に何か用か。ユリアナ、実は僕。私と話すときは私の目を見て話せ。言えない。大地の剣を折ってしまったと言ったらユリアナはどんなに悲しむだろう。星の剣の封印はどういうことだ、フ
クルト。大地の剣を、大地の剣を折ってしまったの。折れた？バカな。大地の剣が折れるはずがない。メデューサに会ったのか。うん、剣を折ってしまった時、僕は自分が情けなかった。大地の剣をくれたユリアナに知られたらとビクビクしていた。人間の鍛冶屋に直してって頼んだけど、ダメだと分かった時、剣を使わない決心をしたんだ。だけど剣を使えたら助けられたかもしれない人がたくさんいた。たった今、火の国でも僕はこだわっている場合じゃなかったんだ。僕の旅は戦わなくては前に進めない旅なんだ。大地の剣はただの剣じゃない、僕の手だ。一緒に進む僕の体だ。ユリアナ、大地の剣をもう一度使えるようにして。剣を折ったのはいつのことだ。北の荒れ地で。北の荒れ地？たわけだ。もう一度鍛え直すよう火の神に頼んでやらぬでもな。ユリアナ、よかったね、クルト。しかしそれは織江の命の危ない今、そ知らぬ顔でおめおめと私の前に顔を出したお前の心の癒しさに免じてだ。織江が命が危ない。ユリアナ、どういうことなの。ユリアナ様、なんだ精霊たち。織江のことはクルトに内緒に。織江に固く口止めされて。ねえお姉さんたち、織江はどうしたの。そういえば織江はずっと姿を見せなかった。ねえ教えて、織江に何があったの。織江の命が危ないって一体どういうことなの。精霊たち、クルトは本当に何も知らないのか。はい、クルトを天界へ連れて行ってやるがよい。クルトは行く必要がある。オリエ自身が何と言おうと。わかりました。よく聞いてクルト。オリエはね、北の荒れ地での戦いに傷ついて帰ってきたの。え、天界へ戻ってきた時にはもう力が尽き果てていたの。あいつだ、あいつとの戦いで。ここだけ下がっていくよ、クルト。何を見てはならん。クルト、おばばの魂があなたに何かを見せようとしている。この男は私が引き受けたわ。生意気な精霊め、お前ごときに渡す相手が務まるか。オリエはね、あなたに心配をかけたくなかったの。お姉さんたち、僕を天界へ連れてって。クルト、早く行くがよい。うん。行くみたい。もうこの鼻の薬も効かないの。精霊の力を妖怪との戦いで使い切ってしまったのね。だから自分の体を治すこともできないのだわ。オリエは消えてしまうのかしら。人間よ、ついの危険。
越え。大変よ、オリエが危ないわ。戦いの精霊マルスたちを呼びましょう。精霊たちが呼んでいる。何かあったのよ、行きましょう。オリエ、どこにいるんだ。侵入者はどこだ。やっと着いた。クルトったらすごい勢い。ねえ、この辺りに人間の男の子が飛び出してこなかった。クルトよ、ガラティア姉様の息子。どうしよう。私たち戦いの精霊たちを、マルスたちを呼んでしまったの。大変だわ。あれだ、侵入者は人間の子だわ。子供とって見逃すことはできる。暴れておる。我が領域を侵されて黙っておるわけにはいかない。が、オリエを助けられるのはあの子だけだ。見逃してやらずはなるまいな。なんという力、本当に人間なの。小ばかし、もう許せる。この子、オリエの名を呼んでいる。オリエがここに導いたのかしら。うん、オリエのところへ連れて行きましょう。クルトー、何事です。マルスのお姉様方。オリエに会いに来た。ご存じないのですか。オリエは今、目覚める力も残っていないのです。クルトだと。ガラティア様の息子か。しかし天界には人間は入れぬ掟。クルト、レオ、火だ。火でこの玉を溶かして。でもクルトまで燃えちゃうよ。早く。大丈夫だ、早く。よし。そんな炎で光の檻は破れぬわ。レオンは正当なドラゴンよ。ドラゴンの炎なら。クルト、ビクルトに近寄るな。オリエ、オリエ。
え、目を開けて。僕だよ、クロトだよ。オリエ、お願いだよ、目を開けて。オリエ、オリエはもう目を開ける力もないのよ。オリエ、起きて起きて、出て行ってもらう。クルトに近寄るな。邪魔だ、どけ。いやだ、どかない。どかない。あっ、オリエ、どうして？オリエ、ありがとう、クルト。オリエ、クルトが来てくれただけで十分よ。私は助かる。よかった。さあ、行きなさい、クルト。うん。旅を続けなさい。踊るがよい。今度のことは織江に免じてワルツの胸に収める。ありがとう、みんな。お姉さんたち、織江を頼むね。ええ、もう治ったも同然よ。うん、それじゃ。不思議な子だ。あの子を見ていると心が涙つ。私も。オリエの気持ちがわかるような気がする。ここはどこだろう。地の底の底の底かな。何の音？わしが火の神ペレーだ。大地の女神ユリアナに頼まれて大地の剣を鍛え直していたところだ。本当？お前が来るとだな。剣は鍛えたぞ。本当に剣が使いこなせるか試してやる。本物の剣はどれだ。剣がこんなに。全身アガナードとユリアナの名においてクルトが命ずる大地の剣を僕の手に戻れ。これだ、ペレ。見事だ、クルト。ありがとう、火の神ペレ。さあ、もう行け。グズグズしてると火の中に投げ込むぞ。クルト、ユタのところに戻るの？うん、あの怪物をやっつけたいんだ。ユタに何と言われようとあいつを倒さなくちゃ。
悪魔はこの火の国を自分の住処に変えようとしているのだ。あいつめ、嬉しそうに俺たちの村を。クソ、母ちゃんの敵。やめろ、お前の叶う相手ではない。ドクター、あんたなら叶うっていうのかい。わからない。しかしお前と力を合わせれば。シルバーナ、お前も。マリウス様、私は何でもいたします。俺だって。すごい、鉄の弓に鉄の矢か。シルバーナの炎で鍛えて作り上げた。これならあの怪物の放つ光にも負けないはずだ。これを奴に打ち込む。怪物を倒そうとする元気士マリウス。火の国を救うために命がけで戦うあの人がなぜ僕を狙うのか。とても優しい人なのに何か秘密があるんだろうか。次回、ピグマリオ、元気士マリウスの謎。元に戻った大地の剣が火の国にうなる。星が輝く頃、そっと瞳閉じて、あなたのメモリー探してる。いくつの夜を数えたならば、ぬくもりに会えるのだろう。この番組は住友電工の提供でお送りいたします。